はい、皆さんこんにちは、ゲームイズのシロです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズのアシカノです。はい、はい、今日はですね、来ましたね、来ました、ついに。なんかね、爆絶超絶って順番で来てたのに、いきなりね、ここに来てね、超絶が2連続で続くという、はいはい、天地開闢の神ゼロ、はい、ゼロさんですね、ゼロですね、はい、はい、まあ、イザナギゼロのね、まあ、今回ギミック予想、はい、6月24日の金曜日、21時から、23時まで、はい、23時まで購入します。まあ、早速ね、はい、ギミック予想見ていきましょう。じゃあ一つずつ見ていきますか、はい、もうちょい上にしようか、あの広告をがね、はい、はい、と、じゃあ上から順に、でまずギミック、はい、これがですね、まあ地雷がね、ほぼ濃厚じゃないかっていうゲーム、まあ、これはね、これまでのもうゼロの流れはからすると、まあ、地雷はね、ほぼ 100% ほぼ 100% 合ってる、まあ、とも思います。まあね、はい、イザナミゼロ、クシナワゼロ、ヤマタケゼロ、全部地雷が出てる、で、イザナギ、まあ、無印の方のイザナギに地雷が出ていない、なんで、まあもうイザナギゼロは地雷の出現がほぼ濃厚と。そうだね、はい、で、ヤマタケゼロの時に、あの究極でニードルパネル出て、出すぐ調節できたじゃないですか。来ました、ロックオン地雷です。ロックオン地雷、これがね、ロックオン地雷、まあ普通の地雷とロックオン地雷両方ってパターンもあるかもしれないですね。で、その起爆ターンが早くて、結構難しい。だからもう麻酔必須、必須 MS じゃないと飛行じゃ無理、飛行じゃ無理みたいなパターンになる気がする、もう、当たって即回収みたいな、そうだ、ね、やつじゃないと無理みたいなんで、はい、来ると。ありそうです、ね、はいはいはい、はい、で今のところイザナミゼロ、クシナゼロ、ヤマタケゼロ、はい、このゼロシリーズ全部、はい、オリジナルの方、普通にゼロがつかない方と種族一緒なんですよね、なんで今回イザナギが、種族、この2番目ですね、神キラー、神族であって神キラーが輝くと。まあね、まあ直近で追加された神キラー持ちが輝く可能性が高いと、ベルスター、まあ後でね、後々特性キャラちょっと 見ていきますけど、まあ、はい、ベルスターが、ね、ベルスターがね、ちょっと来るんじゃない、怪しい、そうですね、まあ、来そうですよね、あの辺がね、はい、で妖精族は潰してきそう、これはね、あの自分が持ってないんで、ね、潰せっていう気持ちを込めて書きました。はいはい、で、地雷がね、主なギミックになっちゃうと、はい、ガブリエル・ラファエル、まあ、ガブリエル神化とラファエル中心化、このあたりがかなりね、地雷のクエストで無双しちゃうんですよ、なんで潰してください、これはね、潰してほしい、どう来るかな、潰してください、なんか結局使える気がするなそうなんですよね、結局使える気がするな、結局使える気するけど、まあね、もともと、はい、あ、どうぞ、なんだっけ、あとなんだっけ、はい、そのね、キラー、まあ、キャラ性能の話になりますけど、はい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 、イザナギゼロのアビリティが妖精キラーはまたつかないと思うんだよね。あ、確かに、逆にこれまでゼロシリーズはなんか、結構なんだっけ、別々のキラー持ってきてるじゃん、持ってきてますね、あのイザナギゼロもクシナナゼロも、そう、ヤマタケゼロもそうなんだけど、はい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 、だから妖精キラーは ね、ないかなと思う。じゃあ他のなんかマイナーなキラーみたいなのを2つポンポンってなってくるかな。そう、あ、それはあるかもしれない。イザナミゼロが聖騎士妖精だよね、聖騎士妖精ですね。でクシナゼロが神、神聖騎士、神聖騎士、はいはい、ヤマタケゼロがロボット、サムライだ、あ、サムライだ、サムライ、そうだ、じゃロボットがサムライ持ってきそうだな、なんか、また別なキラーはね、ダブルキラーを持ってきそう、だから妖精はちょっとないかな、確かにね、まあ、この部分はね、あの予想っていうより自分の願望とかになっちゃってるんで、まあまあ、これはなし、お楽しみを、はい、お楽しみを、はい、はい、で予想まとめです、はい、あっちのランキングいっちゃったんで、もう一番下、で、まあ今までね、あのゼロシリーズで組み合わせがなかったのを、はいはい、まあ考慮して、地雷と重力、まあ、不動明と一緒になっちゃうんですけど、まああれか、でもそこはね、ロックオンになったことで、こう巻かれるというよりかは、もう地雷自体がね、あの攻撃みたいな感じになってくるから、そうだね、そういうのもちょっとありそうだね、まあ、それだったらね、もう埋水だけで限られるんで、まあ、今石破さんが言ったように不動とね、メンツがやっぱ被ってくるかも、被ってきますね、これだったら、ね、でもしかしたらその埋水だけっていうのもね、あの省くために、重力バリアの方がちょっと強めになる可能性もありますよね、はいはいはい、確かに、なんでね、まあ、重力は今のところゼロシリーズ出てきてないから、ね、これ結構、まあ、妥当にいくとこれが濃厚ってことですよね。そうだ、これ前の流れをね、から予想するとこれ、まあ、これが近いんじゃないかなって自分も思うけど、もしかしたらね、まあ、こっからもう闇、はい、あ、光闇になるから、あ、ちょっと変えてくるのかも、フェーズも変わってガラッとね、はいはいはい、
変えてくる気もする。うん、うん、そうするとね、なんか飛行ワープとかで、あのそうそう、ダッキとかね、もうそうそうそう、うん、そういう、確かに確かに、ちょっと闇でね、うん、これまで輝いてなかったやつを生かせるとすると、また多分全然変わるじゃん。だってこれ結構やっぱ不動の ね、 ね、うん、メンツなんですよ。どう、確かに不動メンツにはなりますね。そうそう、だからね、うん、それは大黒メンツによるって感じか。そう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 、だからそれがね、うん、ちょっとね、まあ今ね、吉田さんがね、はい、どうしても輝いてほしいダッキダッキストだから。でもダッキはダッキはどっちかというと、あの漠然と輝いてほしいんで、まだまだ、あ、まだじゃあダッキまだ来ない方がいい、ダッキまだ来ちゃダメ、漠然だから。ダッキはダッキカムイは漠然、まだダメだ。そうそう、カムイもいるから、うん、まだ我慢しないと。カムイもいるから、はい、はい、じゃあ予想適正ランキング、はい、はい、不動明に行くんですかっていうランキングですね、うん、まあでも、うん、S ランクはちょっとね、まあ、確かにちょっとまあ、うん、あれだけど、はい、まあ、まあね、うん、やっぱ光属性の敵じゃないですか。そうっすね、うん、でね、おそらくですけど、うん、耐性持ってるでしょ、スワビで。まあ、闇耐性だったり全属性耐性だったり、うん、そしたらね、あの闇属性だと一方的に不利に攻撃されるだけなんですよ。こっちの攻撃はあの耐性で軽減されてみたいな、まあ、イズナキと一緒なんですけどね。あ、でも、うん、あれ耐性、あれクエストの敵あれなんだよ、関係ないんだよ。あ、関係ないんすか。そう、あ、そっか、マジっすか。え、それ初めて知ったんですけど。え、そうだよ。え、そうだっけ、うん、はい、そうそうそう。で、これはい、ベルスター、うん、そう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 、はい、ね、はいはい、で、ベルスターがまあ、一番濃厚なんじゃないかなっていう、神、うん、キラーと AGB、うん、で、まあ、神族だったらね、うん、まあ、神族だろうけど、うん、で、まあ、地雷持ってないんですけど、はい、他のマイスに当たれば回収できるじゃないですか、うん、なんか当たりながら戦えばいけると、うん、で友情にも乗るんですよね、乗る。ベルサーめっちゃ強いですよね。ベルサーめっちゃ強い、うん、進化、普通に20ね、うん、3回とかでも使えるぐらい強いから、はいはいはい、それが ね、 ね、もう有利属性になったらやばいと思う、うん、やばいね、確かに、うん、そうですね。そう、まあ、そう考えるとやっぱベルスターは濃厚ですね、うん、まあ、最近追加されたキャラっていうのもでもちょっと怪しいし、ね、怪しいし、ね、でね、神化がちょっと有名っていうのはまた怪しいしね。そう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 、そう、うん、でここで進化あえて、あ、全然あるからね、ルビーみたいな感じですよね、要は進化がね、はい、でロキ、うん、まあ、こいつはね、ロキ接待だったらめっちゃ嬉しいけど、ね、めっちゃ楽だと思うけど、ね、めっちゃ楽だと思う。でも普通にそれあるからね、ありそう、ありそう、全然普通にあるからな、うん、でロキ今ただでさ上がってんのにさ、うん、大黒天のやばかったもんだって、ね、うん、大黒天のやばかった、うん、だから波ゼロでもやばかったじゃん、うん、そう、でまだ来てないけど山竹ゼロでも絶対やばいから、うん、はい、じゃあもうイザナギゼロでもやばい。そうなん、そっちやばい方が続いちゃう。はい、まあ、じゃあロキにねちょっとかける期待は大きいと。まあね、はい、まあ、皆さんも多分ロキには期待してると思いますよ、うん、重心が来たばっかだし、ね、そうでね、この2体ともね、スピード爆弾が来ても対応できる。そう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 、そう、そんな速くないから、うん、まあ、あれちょっと高齢化してきそうっていうのはありますよね、うん、なんでちょっと来てもまあ大丈夫っていう、うん、はい、はい、A ランクいきますか。ショコラ、こいつまだ光浴びてないですよね。まあ浴びてないけどね、うん、強いよ、めっちゃ。まあまあね、うん、でもなんかゴールですよね、12ターンの。そう、そう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 、状況打破力は高い、うん、まあ、動かすのはね、うん、まあ、マイス AGB でギミックもね、はいはいはい、もしダブルで来ても対応できるといいと。ニラカナはもうマイス AGB って言ったらニラカナでしょ。確かに、うん、まあ、友情も SS も文句ないし、うん、ないからね、ニラカナは、はい、なんでニラカナは可能性高い、はい、うん、で、まあ、MS 地雷重力といえばアグナムト X に、こいつ一体確かに入れときたいね、うん、通常攻撃でこいつに勝てるやつはいなくなるから、うん、一気に、まあ、ただ吹っ飛ばし SS がね、うん、雑魚の量とかに左右されちゃうからね、ステージによっては全くね、うん、ちょっと使い物にならないかもしれない。だからまあ期待値的にはこの辺か、うん、ちょっとね、ここのこの辺でね、あれ俺このランキング大丈夫かなと思ったんですけどロビンフットあれお前山だけで輝いたよねってね、ちょっと怪しくなってきたのね、ここの辺で。はい、ロビンフット進化です。ロビン、いや、うん、でもロビンがね来てほしいな。でもまだ上げてもいいっすよね、限定キャラだから。上げていい、うん、全然いいっすよね、全然全然上げていいし、ロビン来たらちょっと楽に、うん、こいつ友情マジべ、うん、ザコ置いてほんと便利だから ね、ザコ置いてマジ強いっすよね。だからそう、だから逆にザコとか少なくてロビンフット対策っていうやり方もあるしね。でまあ SS はね、うん、もう言わずもがな壁ドンで、壁ドンね、安心感抜群、そう、安心感抜群、初見に絶対入れたいキャラですよね。初見、そうそうそう、とりあえず1ステージははいはい抜けれるしね、うん、ワンチャンゲージ飛ばせるから。確かに。はい。では、マクサ。はい。まあ、マクサ進化はね、MSAGB。今ではちょっと薄れてきちゃってるけど、まあ、SS やっぱ普通に強いキャラだからね、こいつ。うん。まあ、フィニッシャーとして連れていくのもある。はいはい、ラーカー。もう鉄板ね。ラーカーは確かにね。うん、初見運枠とかでついていきたい。
うん、でもどうせね、またクシとかに負けるんですよ。でアシュラとかも多分使えるんですけど、今回ね、省いてるけど、はいはいはい。はい、で、アポロ。うん、まあ、アポロはね、結局弱点露出ありますからね。確かに。うん、まあ、組み合わせ次第ではね、はい、十分火力をね、出せると、はい、ボスに。はい。ヘラ。はい。ヘラは、まあ、メテオ。まあ、上にちょっとメテオが少なかったんで、あ、なるほど、うん、メテオ要因としていきたい。あとヘラはね、うん、進化の方もワンチャンあるかもね。あ、AGB 神キラーの確かに確かにちょっと変わってるんで、うん、もしかしたら変わってるかもしれない。そういうのあるんですね。でここに載ってなくて、あの、うん、ナポレオン、サタン、 その辺もねやっぱありそうですよね、鉄板の神キラー、ね、うん、てか、まあ、あとサタンのね、うん、その神キラー魔王キラーの方は輝いてないから、ね、確かに正直であれ貫通パワー型でめっちゃ強いですよね。強いやつ、そうそうそう、あんな攻撃力がバカみたいに高いやつ、ね、昔のだって昔そんなにいなかったよ、あいつぐらいじゃないの、うん、わかんない、いや、まあ、わかんないけど、貫通、ああ貫通ですか、最近はねリン2をはじめいっぱい出てきてますけど、あいつ意外と使ってみるとめっちゃ強いんですよね、うん、サタン神か、はい、でランキングがこうなってますと、はい、ほんでこう下っていく感じね、ロビンフッドがね、あれまたロビンフッドってなるとこでね、ちょっとねわかりません。ギミックはね、はい、結局ギミックは、まあ、あとはもうね、はい、蓋開けてみないと僕らはね、はい、ちょっと分かんないんで、あの当日とかね全然違うあれになってるかもしれないですけど、はい、まあ、そこはね、はい、あの情報の移り変わりってものはありますんで、ね、はいはい、まあこれはね、うん、そうそう、一つの、まあ、考察と、あとね、はい、やっぱこのね予想してる段階がやっぱ一番楽しいんですよ、みんなすごい楽しかった、まあ、僕らもそうですけど、ね、皆さんもね、うん、やっぱそうだと思うんで、はいはい、まあ一つのねお楽しみ動画として、ちょっと見ていただければね、はい、じゃあ最後ちょっと性能ちょっと見ましょうか。あ、じゃあ性能見ますか、うん、はい、はい、と、はい、これがイザナギゼロのね、うん、予想ステータスになっております。連続ステータス M どうした。はい、あの神キラーがついたんだね、うん、これ多分ね、あのイザナミゼロとかクシナナゼロとかが出たくらいに、あのそうそう、ちょっとね、予想でね、うん、それ書いだいぶ早めに予想したんですけど、うん、最近の時代にちょっと流れが乗ってない感は否めない。まあ、さっきやっぱナルシカさんが言った通りね、キラーが1個ある、はいはい、まあ、もう1個つきそうですよね、もう1個つく絶対思う、間違いなく今まで共通がクワトロアビリティですからね、そうそう、もうクワトロアビリティ、うん、ダブルキラーに、うん、まあ、ダメ用と耐性って感じかな、うん、やっぱイズナギは、うん、だからそのキラーが何になるかによってね、はい、また変わってくると、そうです、はい、であと、まあこれまでのゼロシリーズのその、うん、友情と SS は、ゼロになると逆になってたんですよね、はい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 、逆、まあそうです、ね、山竹はちょっと違うっちゃ違いますけど、うん、変わりました、ね、だからでもこいつの場合はねレーザーレーザーだから、うん、もうレーザーレーザー変わんないじゃん、ま、現にレーザーレーザーじゃないですか。これは当たってから高いよ、はいはい、あ、マジっすか、レーザーレーザー、しかもホライゾンイーレーザーイーレーってどこに使うんだよ。まあね、はい、うん、皆さんの予想なんでね、うん、確かに、はい、でまあ、この記事にみんなのイザナギゼロの、ね、そうそうそう予想とかそれちょっと見てみるか、あ、見ます、うん、あります、来てると思うよ。来てます？はいはい。あ、来た。ほらほら。じゃあこれ1ページ分ちょっと見ていこうか。はい、1ページ分見ましょうか。はいはい。はい、はい、じゃあこの方。はい。パッと。うん。七種のイザナギ月さん。非属性全属性耐性。すごい。失礼だな。これはちょっと失礼だ。いや、まあ、はい、どういうことかな、でも。どういうことかな？うん、多分。非属性。特に非属性を。しながらも。一応全然体勢もついてるよと。はいはいはい、でアンチダメージオールで闇属性キラーの非属性キラー、はいはい、なぜか非属性に特化してる。あれだ、なんでイザナミ、イザナミが奥さんだから、奥さんだからね、なんかそういうつながりでしょ。あ、なるほど、ね、そうだと思う、そうそうそう、うん、そうだ、うん、どっちかそっち書いてほしかったな。はい、はい、8段触れた最初の敵を選んだし十字砲で追い打ち、はいはい、あ13号機みたいな、ね、なるほどね、なるほどね、はいはい、面白いね、あれ、はい、ロックオンワンウェイ EL、 あ、いいね、これいいね、確かに確かにね、光のロックオンいないからね、いないし、氷でだってね、うん、あの山竹サテライト以来出て、うん、あ、そう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 、氷、まあ、星56だと出てないから、うん、いいね、確かに確かに、ありだね、ありあり、これ面白い予想でした、ね、これいいね、はい、はい、次、イザナギゼロのナビティ予想、全属性耐性、うん、優勝コンボかける2、あ、いいね、確かにここについてきてもいいね、全属性キラー16バリア、はい、ぶっ壊れやん、ぶっ壊れやん、ぶっ壊れやん、しかもカムイと一緒のスワイクショットじゃないですか、これカムイ好きじゃん。なるほどね、はい、でも切り刻むとね、はい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 、どの部分で切り刻むのかな、はいはいはい、はい、あ、でも2個出せる友情がかなり優秀ですね、確かに確かに、あ、でもね、でも今んとこカミカじゃないからね、どっちかなんで今んとこそれは1個なんですよ、すいません、そうちょっとだからね、はい、あ、でもどっちかになるかね、面白いやつでしたね、うん、はい、はい、
全属性耐性 M、はい、重力バリアは全属性キラー、これはうちの予想と一緒かな、これは面白いですね、はい、はいはい、光属性の超絶で AGB を持ってるキャラがまだいないため、ああ確かにそう言われてみるとね、大黒天、イザナギ、どっちも AGB だから、確かに、それあるかもな、あるかもしれない、確かに大号令がここ確かに意外についてもいいか、確かに、アーサーとかで言われてましたもんね、光大号令、これまでちょっとね、ゼロシーズンはパッとしてない、確かに確かに、あの局所的には使えますけど、なんかね、まあクシナダほどのなんかまだインパクトであるやつは出てきてないから、ここで確かにね、これまでね、おわなぎおわなぎ言われてた、ね、言われてましたよね、始まっちゃうかも、始まっちゃうかもしれない始まっちゃうかもしれない、はい、十分良かったけどね、イザナギも、クロスレーサーイエローあったから、はい、10GEL、はい、でサブユージョンないから、まあこれカットされて、まあでも、はい、なんか妥当な、これなんかいい、いい感じの ね、バランス感あるか、ね、確かに、はい、はい、全属性キラー L、 全属性耐性 L、 ノーキンだな、やばいなこれ、はい、でオーランチョット、はいはいはい、でバーティカルレーザー EL、 だからみんななんでサブユージョン、サブユージョン大好きだな、はい、まあでもこれもね、これでも捨てが低いとかだったら十分いいよね、はい、あるっちゃあるかもね、もしこれで捨てがむっちゃ低いみたいな、確かに全部1万キルみたいな、これさ、バーティカルレーザー EL、 ホライゾンレーザー EL って要は十字レーザー EL ってことだよあ、でもちょっと色変わんのか、確かに確かに、あと別に出るからなんかね、別扱いで出るか、はいはい、あでも面白いですね、L ついた、ね、はいはいはい、素晴らしい、はい、全属性耐性 M、 神キラー、全属性耐性に縛られてるイザナギの印象それしかないのかな、はい、重力バリアアンチは、あでも妥当ですね、確かに確かに確かに、あるか、いいですねこれ、で号令系、十字列は EL、 確かに号令意外につくかもな、もしかしたら、ね、降臨で超絶系で号令持ってるのクシナだけ、クシャナだけだ、だけだ、じゃあ、あるかもしれない、普通に、で号令ってないですよね、あんまない、だから号令期待してます、これは普通になって動かす系のやつでもいいよ、十分で、あの動かす系とか、あ、そうそうそう、全然当たりに行くやつでも十分、大号令じゃなくてもいいですからね、まあ、倍率はしっかりしてくるから、はい、はい、重力バリア神キラー、マインスイーパー魔族キラー、お、一番ぽい、確かに、あ、確かに、まず確かにな、ぽいな、これ、これぽいわ、ぽいとこついてきたね、これぽいとこついてきたわ、反射変化もなんかリアリティある、リアリティある、でこれあれですよね壁当たったら反射になるってやつ、ね、そうそうそう、あやばい、あそれかあれか、貫通タイプで反射になるってやつ、あなるほどね、どっちかっすね、それかあれかもね、反射タイプで壁に当たったら貫通になるやつかもある、ああなるほどなるほどなるほど、逆で、あ、それ、あそれ面白いですね逆に、確かに、そしたらなんか中入ってって、そうそうそう、シャカシャカできたりするのね、はい、イザナミゼロが妖精キラーでクシナ適性、クシナゼロが正規キラーで山竹適性、山竹ゼロがロボットキラーでアシア適性、ダブルキラー持ち、あ、これ素晴らしい、これすごい、理にかなってる、これは言いたかったんだよね、あやば、手から全部持ってった手から全部持ってったやば、これでもこれね、そう、こういうこと、こういうこと、こういうこと、え、これすごいね、こういうこと、全然目つけてなかった、これじゃん、これこれこれですね、これじゃあ神キラーついたらさ、さっきのランキングとか全部やり直さなきゃ、確かに、津波で疲れるとちょっと、あれだね、これやばいわ、これ確かに素晴らしいです、素晴らしいです、はい、はい、全属性耐性 AGB ダブルキラー、ダブルキラー、そのダブルを教えてほしかった、ダブルね教えてほしかったかな、できればね、はい、爆発系 SS ですよ、でもこの人もね、はい、ロッコンワンウェイっていうね、確かにね、ロッコンワンウェイやっぱ号令とかね、この組み合わせはやっぱ強いですよ、ね、いいかもね、はい、じゃあ結構多いんでこのもんにしてきますか、あ確かにね、でもさっきはね結構いい予想だったよ ね、 すごい、素晴らしい予想が来ましたね、まあ、あと、はい、これもね、はい、まだ、実装 まではその公示するまでは、はい、皆さんのコメントねとか、あの実装するまでというか、まあ、ちょっと分かんないですけど、あのまだ全然どしどしお待ちしてますんで、はい、こういう予想してみたとかね、はい、あればぜひ、この記事の方のね、コメント欄でも大丈夫ですし、はい、あの YouTube の方のねコメント欄で皆さんにちょっとね盛り上がってみてで大丈夫なんで、はい、ちょっとねお願いします、はい、はい、あ、多分そうですね。はい、はい、そんな感じで。はい。はい、でチャンネル登録ね、ぜひ。はい、よろしくお願いします。であと多分イザナギゼロは、はい、あの2人で多分初見攻略していくと思いますので、すぜひね、あのよろしくお願いします。はい。はい、6月の24日金曜日の、はい、9時から20時から23時までですね、はい、よろしくお願いします。またねライブ配信ページの方もまた作っておきますんで、はい、ちょっとねリマインド設定してもらって、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、では今回もね六本木、はい、ゲームズの RPG スタジオ2からお送りしました、はい、ナシカノでした、シロでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。